幸せはいろんな形があるということで、幸せの壺という歌を歌いたいと思います。あなたこの壺買ったら幸せになれます。あなたこの壺買ったら幸せになれます。はい、100万円。もしもし、ばあちゃん、俺、あの壺が欲しくて、もしもし、今すぐ口座に振り込んで欲しいんだ。はい、100万円。説明しよう。幸せの壺、それは人々が先の生き抜けぬ不安が作り上げた、現代社会が作り上げた産物である。手にしたものはひとときの安らぎを得るが、後に大きな虚無感に襲われる。絶望と希望の間で不気味に輝く人はそれを幸せの壺という。あなたこの壺買ったら私幸せになれます。あなたこの壺割っても私幸せになれます。はい、100万円。はい、100万円。はい、100万円。